大阪バス、大阪バス株式会社、大阪バス、大阪バス CO、LTD は、大阪府で、貸切観光バス事業と高速バス、路線バス事業を中心に行う企業。東京バスグループの中核企業。本社は、大阪府東大阪市高枝中3丁目6番21号。この項目では、東京バスグループ各社についても記述する。遠隔は、 本公遠隔の捕獲クリスタル観光バスを参照。2002年、平成14年1月に、前田観光自動車、本社、京都府福知山市が、大阪西鉄観光バス、本社、大阪市平野区の資産を、西日本鉄道から買収して設立された。なお、大阪西鉄バスと大阪バスの間には、法人上の継承関係はない。その後、 クリスタル観光バスを買収するなどして順次、子会社化し、これら各社によって、北海道から近畿地方まで幅広い事業エリア持つ、貸切専業であったが、2011年から高速バス事業、乗り合い許可を得た路線バスにも進出している。現在は、大阪バス本体が観光バス38台、グループ各社を含め400台余りを保有し、 国内最大の貸切観光バス事業者となったグループの社家号東京バス号大阪バスの作詞作曲はツンクが手掛けており自社運行の都市間高速バスの車内チャイムにも使用されている車両は刑事三菱不桑自動車販売現三菱不桑トラックバス近畿不桑）で 設計担当の経歴を持つ西村信義、前田観光自動車社長が東京バスグループの初代社長を務めたことからすべて三菱不走車に統一されていたが、現在は日野自動車の車も導入されている。買収された各社には日野車が導入されていたことの名残でもあったが、現在では新車としても導入されている。旧クリスタル観光バスからの譲渡車。 旧東京近鉄観光バス等の塗装については、買収後早期に新車へ置き換えられ塗装も統一が進んだため、車体の車名表記側面に小さく入ったイラスト、文字などで区別可能、全般的に車例が若い。ニュースター号は、大阪バスの登録商標、第545万3935号。京都特急ニュースター号は、 東京バスグループが運行する高速バス路線である。大阪市中央区のホテルニューオータニ大阪、大阪府東大阪市の東大阪府世紀京都府、京都市下京区の京都駅、八条口結ぶ路線である。第2京阪道路、阪神高速8号京都線を経由するため、座席定員制となっている。運行開始して間もない時期は、東大阪長田駅を出ると、 第2京阪道路の第2京阪角間インターチェンジから流入していが、現在は近畿自動車道の東大阪北インターチェンジから流入している。東大阪府正駅は北口ロータリー、京都駅は八条口 G に乗り場から発着する。東大阪府正駅方面から乗車の場合、高速京田辺、京都駅が京都駅方面から乗車の場合東大阪長田駅、 東大阪不政駅が、校舎停留所となる。したがって、両府内での乗降は不可。また、京都発の1便2便及び、東大阪発の1便、最終便は、清水五条駅と祇温市場駅には行かない。予約なしに乗車可能。運賃前払い方式で、乗車時に、車内の券売機で、乗車券を購入し、校舎時に乗務員に乗車券を渡す。 名古屋特急ニュースター号は、大阪バス、名古屋バス、京都観光バスが運行する高速バス路線である。大阪府大阪市天王寺区の天王寺駅と愛知県、名古屋市中区の愛知県庁前を結ぶ路線である。名古屋駅を発着する他社の高速バス路線と異なり、名古屋駅対向通り口付近のビッグカメラ前の路上から発着する。ダイヤ改正。 京明特急ニュースター号とともに大増発。京都観光バスも共同運行開始。車両運用は各社の最寄りターミナルを起点に、名古屋、京都、大阪の三都市を日帰りでループする形になっている。途中、港南 PA で20分間の休憩を行う。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、福に便、福9便のみ、大阪駅、福知山インター、松縄で、 福知山市役所前、福知山駅。二人掛け四列、リクライニングシート、トイレ付け、近鉄バス、関西空港交通の3社による共同運行。大阪空港交通との共同運行。東大阪市、八尾市内の交通空白地帯をカバーする路線として、2016年、平成28年7月29日より、一般路線バスの運行を開始した。 なお、これらの路線バスでは IC カードは利用できない。東大阪市の不正駅近鉄八尾駅間を JR 長瀬駅経由で結ぶ路線バス。近鉄バス大連線の廃止により、交通空白地帯となった大連、金岡付近をカバーする路線である。かつての近鉄バス大連線とは違い、大バス付近では、不動173号、八尾街道から外れ、衣ずり。 大橋地区の住宅地内にルートを取っている。八尾市の JR 九宝寺駅大阪市平野区の地下鉄で都駅間を結んでいた路線バス。利用者が低迷し、現在は運行を休止している。八尾市西部の交通空白地帯である竹淵地区をカバーする路線である。東大阪市にある市立東大阪医療センターへのアクセス路線として、 2018年7月1日、新設。八尾市の近鉄八尾駅 JR 式の駅間を結んでいる路線バス。近鉄バス式の線の運行取り留めにより、交通空白地帯となった明けぼの川地区をカバーする路線である。南小坂愛町から明けぼの川地区では、かつての近鉄バス式の線と八尾市、コミュニティバス、あいあいバス中央ルートを一部をカバーする形で、くすね川と、 不動174号線を縫うようにルートを取っている。JR 式の駅は東口へ乗り入れているが、同駅への乗り入れは2008年6月末に廃止された八尾市、コミュニティバス、アイアイバス以来11年ぶりとなる。1975年、昭和50年6月に、北海観光バス株式会社として設立。北海観光バスの後継所から2008年、 平成20年に大阪バスの参加となり、2010年、平成22年6月1日に称号を変更。事業区域は通常は、札幌運輸支局、離島を除く函館運輸支局管内発着であるが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による、有料事業者に限定した営業区域の弾力的な運用により、北海道全域となっている。所有台数は51台。 なお、江山高原ホテルの観光貸し切りバス部門を起源とする旧北海道バス株式会社とは一切の関係はない。札幌函館間を日六6-8往復運転していて、その中で1往復は夜行便として運行し、2往復は曜日を限った直行便として運行する。主に三列シート車両を使用するが、車両運用、繁忙期の増車時等や、 整備などの都合により、急遽予告なく車内設備が普段と異なる様式の車両、四列シート等を使用して運行する場合がある。札幌市内は、資源ス付きの前と、大通バスセンター前と札幌駅、旧ロフト前、北都市の新函館北斗駅を経て、函館市内五両角駅前、函館駅前、バスターミナル、湯の川温泉、上湯川、 北海道観光バスなどに発着する。函館業は村前サービスエリアと聖火リ、パーキングエリア、札幌業は約もパーキングエリアとウッサんサービスエリアで途中、休憩を行う。北斗交通、北海道中央バス、道南バスが同区間で運行する、高速函館号と乗車券の相互利用などはできない。 札幌串路間を1日4往復運転し、うち1日往復は夜行便として運行する。3列シート車両を使用する。札幌市内は、資源ス付きの前と、大通バスセンター前と札幌駅、旧ロフト前、白らぬか町内は、白らぬか駅前、串路市内では、お楽しけ駅前、鳥取神社、鳥取大通3丁目、串路駅前、串路フィッシャーマンズワーフも前、 釧路車庫で乗降を取り扱い、札幌、釧路両方向ともにシムカップサービスエリア、裏幌道の駅で途中休憩を行う。アカンバス、釧路バス、北海道中央バスが、同区間で運行する、スターライト、釧路号と乗車券の相互利用などはできない。1978年、昭和53年6月15日設立。全称号は、 山陽観光バスで2011年、平成23年7月1日に大阪バス参加となり、現称号に変更した。事業区域は通常は札幌運輸支局管内、室蘭運輸支局管内の内戸間小牧市、勇仏郡、白尾郡、伊達市発着であるが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による有料事業者に限定した営業区域の弾力な運用により、 北海道全域となっている。所有台数は31台。1970年昭和45年4月に東日本バス株式会社を設立。2009年平成21年に大阪バス参加となる。2013年平成25年5月23日に減少後へ変更した。事業区域は通常は札幌運輸支局管内。 離島を除く函館運輸支局管内、室蘭運輸支局管内の内戸間小牧市、遊仏郡、白尾郡、伊達市発着であるが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による有料自社に限定した営業区域の弾力的な運用により、北海道全域となっている。所有台数は35台。北海道新幹線開業に合わせて運行を開始し、 新函館北斗駅函館市内間を結ぶ路線開設当初は1日1往復運行していた現在は1日3往復運行となっている東京バスグループでは初の一般路線バスである青函フェリー湯の川温泉間の往復の利便性を高める目的で開設され青函フェリー前から上湯の川町本社前間を結ぶ 一日七往復運行されている。元は近鉄グループの東京近鉄観光バス。1954年設立東京バスグループでは最高クリスタルが買収し、2001年にクリスタル観光バスとして最初に発足した会社であった。事業区域は東京都、埼玉県川口市、草加市、八代市。所有台数は79台。 2017年10月には代表取締役西村春重自身の経験もあり全国初の老う者のバス運転士を採用した。阪神電気鉄道市会社の名古屋阪神観光バスをクリスタルが買収しクリスタル観光バス名古屋を経て東京バスグループへ事業区域は愛知県所有台数は46台。2014年8月5日 ダイヤ改正より、名古屋特急ニュースター号の運行を担当し、名古屋長発、大阪誘発の位置往復を運行している。中部国際空港を早朝深夜に発着する、ダイヤ設定が特徴である。中部国際空港行きを1本、名古屋駅行きを2本運行。2008年に設立された、京都観光バスの社名はかつて、名鉄グループの岐阜乗り合い自動車。 ギフバス参加にも存在したが同社との関係はない。事業区域は京都府と大阪府。所有台数は40台。2015年7月1日より京都特急ニュースター号の一部便の運行も担当する。2002年に前田観光自動車の大阪営業所を分離して設立された。事業区域は大阪府と京都府。所有台数は17台。 旧クリスタル観光バス、大阪を買収。元は、名鉄グループの大阪名鉄観光バス、神戸観光バスと、南海グループの南海観光バス、南海電気鉄道の貸切バス事業を分社の3社から、なる。事業区域は、大阪府と兵庫県。所有台数は111台とグループ最大。2014年4月1日をもって、近畿観光バス株式会社から、 称号を変更した。アクロス観光バス、大阪を買収。前身は、土佐電気鉄道の子会社であった、富士観光バスで、事業区域は大阪府。所有台数は20台。2015年6月3日をもって、東京バスグループ参加となった。白と交通、福井を買収。2016年6月をもって、東京バスグループ参加入りし、 東京バスグループとしてはタクシー事業に参入することとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。